高校に進学、うん、そう、高校でも部活に、うん、部活にそこでもまた先生いなくて、また先生いなくて自分たちで準備行くんで遊び、ほとんど遊び、まあそうだよな、高校生ぐらいで自分たちでって言ったら真面目に練習メニューを考える人まずいないよね。まあやっぱ好きな人ぐらいかな。そうだよね、だって大地に走り込みは絶対やんないでしょ。やんないやんない、すぐボール触っちゃうみたいなでしょ。そうアップしろなんてしねえよみたいなね。ほんとそう、そうなんでしょ。そうでしょ。でそんな感じでじゃあ小学校、中学校、高校となんとなく自由奔放に、まあよく言えばね自由奔放にサッカーをこうやってきて、でそれから高校卒業して、まあ社会人になって、でフットサルと知り合ったとか出会ったのはどういうきっかけだったの？出会ったのはやっぱこのチームサウスビート。ああ、それはね、やっぱスッチの影響？誘われて。誘われて。で素直に始めたの？最初ちょっと書類が送られてきたんだけど。それあれだよね。書類を送ってくるっていうところが、まあ彼らしいっちゃ彼らしいよね。まず入団みたいなね感じだもんね、きっとね。うん。それで？それをちょっとそのまま置いといたの、ずっと。意図的にね、意図的にってわけじゃないんだけど忘れちゃったの、忘れちゃって、うん、よくあるね。でちょっとフットサル場でバッタリ会って、うん、怒られちゃって、やべえみたいなお前ちょっとお前っつって送っとるだろっつって、うん、見てねえんじゃねえのみたいな、すいません、その場で入り入り入りですね、はい、だいたいいつもの感じだよね、持ってきたらやる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 みたいなね、うん、そんな感じで、うん、ああそうなんだ。それで、サウスゲートに入って、また当時はどっちかっつったらこのフットサルもそんなに流行ってないというか、まあね、あのサハラとかでちょいちょいみたいな感じじゃなかった、フットサル、サハラができて、うん、あ、できたぐらいの時なんだ多分。そうだと思う、うん、最初の頃は何、あの試合とかってやってたの？いやもう玉蹴り、あ、みんなで、うん、みんなでこう遊ぼうみたいな、フットサルっていうよりもサッカーの延長で。それはお前今聞いてたらね、結構真面目ですかもしんないよ代表は。いや、そうなの。まあでもあれだろうね、あの彼自身がほらやっぱ連城英語って言ってるだけであってさ、それぞれがこうそれぞれの思いでね、こうやればいいんじゃないのって言ってそのフィールドを与えてるんだよみたいな言われたら、まあ言ったかもしれないね。まあそれからまあやってる最中に俺も加入しみたいな形になって、いよいよ去年からね本格的にというかちょっと路線をね一気にこう真面目路線で世界を狙っていこうみたいなのになって、で、まあ、仲間を集めてさ、比較的若い、まあ、若すぎるというところもあるかもしれないけど若いメンバーが集まっていよいよこう始めたわけだね。で第1回第1回というか、まず初代のねキャプテンということでこう任命されてね、なんとなく安原の今までの話をこう聞いてるとみんなで仲良くやってきたからそのキャプテンっていうノリがねあんまないでしょ。でそこでキャプテンって言われてさ、なんかその時どういう気持ち？いや、何も考えてない。何も考えてない。普段通り。なるほどね。まあそれはそうだよね。うん。やればいいのかな。で普段通りやってみようさ、結構ほら、ガンの強い連中もいるし、まだ若いからこうメンタル的にもね、浮き沈み激しいやつがいる中で、初めての3部リーグ参戦ということだったら、結果して、まあまあ皆さんね、番組側の方もご存知だと思いますが、大惨敗と。いうところで優勝どころか一勝がみたいなね遠かったっていうようなシーズンになってしまったけども、去年シーズンを終えてみて率直な感想はどんな感じ？俺が見てるとそんなにね大きな力の差はないんじゃないかなっていうイメージで見てたんだけど、やってるさキャプテンとしての目だとかさ、まあ、プレイヤーとしての目もあるだろうし、感想ってどんな感じ？差は結構あったかな。ある、うん、結構な差はあったかな。 そのさ、差っていうのはさ、どういう時に感じるの？なんだろう、やっぱ気持ちの面でも負けたかな。あー、なるほどね、うん、やっぱ自分たち結構その気でいたけども、うん、それ以上に相手の気持ちが強いのかね、うん、なんか、確かに、なんだろう、太さって難しくて安原が自分は結構テクニックがあると思うのね、あの比較的ね、あのいろんなところは比べればもちろん上手い人持ってると思うけど、その自分の個人のプレーがうまくいかないって思う機会が多いのか、チームとしての例えば一つ そのパスワークだとかそういったものがうまくいかないのか、それとも途中でさっき言ったね、ああもう今日ダメかもしれないって諦めちゃうところがダメなのかっていう見方をしたら何が一番ダメ？と
個人的なレベルでまだまだのところが一番あって、なるほどな、それはあるかな。そこからやっぱチームとして今度強くなっていかなきゃいけないのかな。なるほどね。そうするとじゃあ、ここだけの話になりますが、キャプテンとしてその個の力というのがみんなスキルアップ大事だよってなんだけど、今最も期待している選手は誰ですかね、そうだと。秋か。うちのせがれ、最近、ここ最近伸びてると思う。伸びてきてる。ここ最近。そうそう、俺もね、身長すっかり抜かれちゃって、もう本当、米縦に行かせんと横に行かせようかなと思って。冗談じゃねえって俺を親を見下ろすとは何事だってぐらいだね。でもやっぱ、ちょっと体大きくなってもらって、ね、そうだね。まあ今、働いてるからね、これからなるだろうし、うん、もう少しね、大人になると、頭の中も大人になるといいかなと思うんだよね。うん、なるほどね。まあ時間もだんだんなくなってきちゃったんだけども、まあ去年大惨敗だった1年、そして、今年またね、いよいよ来週からか始まるんだけど、どう今年のサンブレイクに向けての目標というかね、意気込みというか。まず1勝ですね。まあ、意外と硬いんだよね、この時ね。まず1勝。まず1勝。うん、初戦の1勝。1勝。1勝って1に勝つんだよね。1で笑っちゃう方じゃない。まあ、どっちも。どっちも欲しい。うん。じゃあそうね、まず初戦、ぜひ勝って、波に乗って、あわよくば優勝みたいなね。一番いいですね。ね。まあそういうことでじゃあぜひ頑張っていきましょう。でこれからもねよろしくね。よろしくお願いします。はい、どうでしたか初回のサースゲート TV。 なんかやってる方もちょっと緊張しちゃってるところもあって、まあちょっと恥ずかしい部分もあったかもしれませんが、これからねどんどんいろんな人を呼んで話をしていきたいと思います。まあ今日1回目来てキャプテンにハサルズ、見てる通り結構シャイなやつです。でも私が思うにね、彼は今まで、自由というふうに本人も言ってましたけど、やっぱり本当に真面目にやるフィールドがなくて、で、本当にこうフットボールと真面目に向き合う場面が多分ずっとなくてですね、そしてサウスネットというチームに入って去年からサンブリーグというものにチャレンジして初めてフットボールと真面目に向き合うというフィールドが与えられたのかなと。そこが彼の中で何か変わり、この力を、ね、上げるために、それは全員に必要なことですけど、まずキャプテンとして自分からという現れが、まあ、本人は言わないでくれと言うんですが、夜こっそりね毎日走ったりするところに現れてるかなと思うと、とても頼もしいキャプテンかなと思います。そんな彼をですね、皆さんもぜひ応援していただきたいと思います。次回またね、違うメンバーをお呼びして、なんか面白い話が聞き出せたらなと思いますので、ぜひご期待ください。それでは、さよなら。ありがとうございました。はい。それに始まり、それで終わりでもいいかな。この番組は、ご覧のスポンサーでお送りしました。